こんにちは、毎日ご飯のお母さんです。今日は酸っぱくて出汁が効いた美味しい青梅の塩昆布漬けを作ります。梅干しよりずっと簡単なので梅仕事初心者さんにもおすすめです。材料はこちらです。それでは早速作りましょう。最初に梅をよく水洗いします。3、4回水を取り替えながら梅についた汚れをしっかりと洗い流しましょう。水気をよく切ったら清潔なキッチンペーパーや布巾などで梅を一つ一つ拭いていきますよ。梅に水分が残っているとカビの原因になるので面倒でも一つずつ丁寧に拭くようにしてくださいね。梅を拭いたら竹串でヘタを取り除きます。梅に傷がつくとカビの原因になるので竹串で傷をつけてしまわないように気をつけてくださいね。大きくて簡単に取れそうなヘタだけを取れば大丈夫ですよ。奥まっている小さなヘタは取れにくくて傷つけてしまう恐れがあるので無理して取らないでもそのままにしておいても大丈夫です。ヘタが取れたら清潔なボウルやビニール袋に梅を入れてそこにアルコールを注いで全体をよく混ぜましょう。本当はアルコール度数が70度以上のものが理想的ですがそうしたお酒はなかなかご自宅にないかと思いますので少なくとも35度以上のお酒で消毒するのがおすすめです。私も今回は35度の焼酎を使っています。最後にもう一度清潔なキッチンペーパーや布巾で梅を一つ一つ拭きましょう。拭き終わったら30分以上室内で乾燥させます。これで梅の下準備は完了ですよ。乾かした梅を塩昆布と一緒に漬けていきます。消毒した瓶の中に梅と塩昆布を交互に入れていきましょう。瓶を煮沸消毒する場合は事前に必ず耐熱瓶であることを確認しておいてくださいね。瓶がない場合はジップロックなどのジッパー付き保存袋でも大丈夫ですよ。ジッパー付き保存袋の方が漬け汁の量が少なくて済みますし漬け汁と梅がまんべんなく触れ合うので瓶でも保存袋でもお好きな方で作ってみてくださいね。今回私は無印で購入した耐熱瓶を使っています。容量1リットルのサイズですが梅はちょうど 500g 分入りました。塩昆布の量はお好みで調節して大丈夫ですが少ないと昆布の風味が物足りなくなるので梅 500g に対して 60g 以上は入れるのがおすすめです。梅と塩昆布を瓶に入れたら漬け汁を用意します。めんつゆと醤油を3対1で合わせるのですが今回の分量ではめんつゆ 300cc、醤油 100cc となりました。保存容器によっても入る漬け汁の量が変わるので調節してみてくださいね。漬け汁をすべて瓶の中に注ぎ入れます。これで青梅の塩昆布漬けは完成です。あとは冷蔵庫で保存し2週間後から食べることができますよ。漬けてから3日経った梅を見てみましょう。3日目だとまだシワもなくてつるっとしています。漬けてから3日で食べられるというレシピもありますが、実際にはまだまだ渋みが強くて、味もほとんど染みていません。
なので少なくとも2週間は漬けた方が美味しく食べられるかなと思います。こちらは漬けてから20日目の梅と12日目の梅です。実際に食べ比べてみようと思います。20日間漬けた梅の方はカリカリ梅のような食感ですが、昆布の出汁が梅からも感じられてとっても美味しく使っていますよ。12日目の梅も食べてみます。こちらも美味しくなってきてはいますが、まだ少し梅のえぐみがあって出汁の味も薄いように感じました。ちなみに青梅の塩昆布漬けとは言いますが、真っ青の梅じゃないと漬けられないということではありません。少し黄色くなったくらいの梅でも美味しく作ることができるので、梅が手に入ったらぜひ作ってみてくださいね。いかがだったでしょうか。梅干しのように外に干す手間もありませんし、短期間で作れるので梅仕事初心者さんにもおすすめのレシピだと思います。美味しく使った梅は食べきるまで漬け汁に入れたままでも大丈夫ですし、しょっぱすぎるなぁと感じた場合は漬け汁から出してしまっても大丈夫です。どちらにしても必ず冷蔵庫で保存をして2ヶ月を目安に食べきるようにしてくださいね。また漬け汁は捨てないで別のお料理に活用してみてください。出汁が効いていて酸味もあるので、きゅうりなど生野菜をつけたり、鶏肉や豚のブロック肉を煮たりするととっても美味しくなりますよ。それでは今日の動画はここまでです。最後までご覧いただいてありがとうございました。次回の動画もまた見てね。